もあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。お、何かしらまた虹が発生しとるけど、は作るじゃねえ。いやー、ドアップ、おっさんのドアップ。あゆなよ、どうであろう。そろそろこの地を少し発展させてはくれまいか。わしらの当面の目的は薬を開発し、目の前の患者を治療することじゃが、やはりこの地を町として発展させるのも重要なことなのじゃ。これからはおそらく患者も増え、ベッドが足りなくなってくるじゃろう。ひょっとすると、病気が治った住人の新しい兵が必要かもしれぬ。あゆなよ、お主のビルダーとしての力を存分に発揮し、わしらのこの地を立派な町として一回り発展させてくれ。今んとこ多分部屋は足りとるよね。うん、素晴らしいぞあゆなよ。町を発展させ、ビルダーとして成長したようじゃな。あ、そっか。この薬局を作った時にレベル2に上がったよね、町が。あゆな、お主に一つ伝えておきたいことがある。リムルダールに病気を振りまき、おとましい悪の力でこの地を支配しておるのは、ヘルコンドルという空飛ぶ怪鳥じゃ。いつの日かヘルコンドルを倒さねば、わしらに本当の未来はない。もちろん今のわしらはヘルコンドルに抗う術は持っておらぬし、今は病に苦しむ目の前の患者たちを助けることも重要じゃ。あれかな、メルキドシールドならぬ、なんだっけ、リムルダールシールドとかあるんかな。しかしあゆなよ、わしらにはヘルコンドルを倒すという使命があることも覚えておいてくれ。そのためにはじゃ、武器の作成や町の発展もおろそかにしてはならんぞ。クエストコンプリート、命の木の実をありがとうございます。ってことで、お、戦いのマーク出とる。いやー、戦うんすか。めっちゃなんか花と戦ってるけど。おお、あゆな様、何かおぞましい気配を感じます。これはおそらく魔物の気配。多くの魔物たちがここに迫ってきているようです。これはどうしたことなのでしょう。今までこのようなことはなかったのに、なぜ。多分町のレベルが上がったからだ。なんとしても魔物たちの攻撃から町を守らねばなりません。さああゆな様、魔物たちと戦う準備はよろしいですか。ほい、行こう。お役に立つか分かりませんが、私も戦います。共に私たちの町を守りましょう。お役に立つか分かりませんがとか言えるけどね。エル結構強いけんね。普通になんかグーパンチでね、敵殴ったりする。おお、めっちゃ揺れた。コントローラーめっちゃ振動した。お、来た。なんかエルね、結構拠点を狙う魔物がやってきたみたいな時にさ、すっごい敵に向かってグーパンチとかしだすからね。結構守ってもらったことあるよ。あー、待ってくれー。溜めてーは。おーし。何、竜王軍団の隊長が現れた。マジで隊長もう現れたの早くね。スピード早くね。は。おっしゃー、まだ行ってない。は。おし、行った。んで、隊長とやらは。え、どれ？え、もしかしてあれ？隊長って。人型じゃないんや。もはや人型じゃないんや。ちょい待って、なんで今そこで一瞬止まったの。いやー、待ってよー。は。おし。もうその、ただひたすらついてくるのやめてよ。ストーカーですか？ストーカーですか、この野郎。は。おっしゃー、いったね。お、全員一斉にやっつけた？まだいたわ。ほら、超殴るの。武器があるわけでもないのにね、超殴るんだよこいつ。すごくね。あ、しかもやっつけてくれた、ありがとう。え、あとはまだ中にいる？あと1匹いる。あ、そこか。ほら、エルが最前線に行くんだよね。やばいよね。強い女性っていいと思うよ。あ、ごめんごめん、破壊した。待ってね、後から直しとくからね。バトルコンプリート、旅の扉、青を手に入れた。お、やったね。お、心なしかちょっと晴れたような気がする。気のせいかな。やったじゃない。素晴らしいぞ。やったでしょあいつは隠れてたのか。よっしゃーとか言ってるけど。まあ、はい。ということで、今回はこの辺で、誰か街の外から入ってきたんですけども。誰当然のように誰え、なんか二人来た。うわ。何、魔物に操られとる人とかじゃないよね。いっそ楽に。はあはあはあ、僕は剣。遠くに見えた光にようやくたどり着きました。ウルス様のところからここに来たんです。あんな場所で死ぬくらいならここで、ガハッ。え、やめてよ。え、剣が巨帝の仲間に加わった。この状態で仲間に加わったんすか。てか、ウルス様ってあれじゃないねえ、かつての弟子やったって言わんかった、あの人。あのおじいちゃん。で、こっちはへい。光を追ってきてみたら、こんなところにこんな場所があるなんて。へへ。どうやらここがエディ様の墓場になる場所らしい。ごふ。エディ様って誰？エディが拠点の仲間に加わった。こいつか。自分のこと様付けしてんだな。とりあえずみんなこの騒ぎに気づけや。はい、寝かせる。毒消しそう？ちょっと待ってね。こっちも連れてってから。はい、担ぐ。んで、よいしょ。世話してる？はい、寝かせる。水ってなんだ？ちょ、待ってね。とりあえず毒消しそう。はい。ありがとう。お、全部回復してるね、ちゃんと。なんだい？ごほ。なんだよ、これ。毒消しそう？少しだけ楽になった気がするな。あとは一晩寝てみるぜ。お、マジで？水の方はちょっと申し訳ないんだが、水とか今まで作ったこともなけりゃ、手に入れたこともないんだよ。わからねえ。ねえ。なあなあ、あゆな、お前夢とかってよく見るのか？夢たまに見るかな。メルキドの時はよく見てたかな。俺は最近、お前を呼ぶおっさんの夢に毎晩うなされてんだ。私を呼ぶおっさんの夢ってなんだ？どんな夢だ？いいか？夢で見た通りに話せ。うわっはっは、あゆなよ。新しい地でのものづくりは順調であろうな。忘れるな。新しい地では新しい素材を手に入れ、新しいものを作る。これが鉄則だ。うわっはっは、うわっは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 。なるほど。ロロンドだな。なんだか鼻息が荒くて、頭とヒゲの気量が半端じゃないおっさんなんだ。まったくよ、俺の夢じゃなくて、お前の夢に直接出てくれりゃいいのにな。でもすごいね。全然ロロンドのことを知らん人の夢に出てくるということは、ちゃんと私に伝えようと思って出てきているということだろう。すごいな。どんだけなんだよ。まあいいことだけども。ね。暗い闇の中に光が見える。お、早速夢を。どうやら夢を見ているらしい。え、ロロンドの？こっちに出てくる？私の名はロト。私の血を引きし者よ。え、全然違う。ナダトームから見える。魔の島に渡るには3つのものが必要だった。え、ロトの血を引く者ってもしかして私はそれらを集め、魔の島に渡り魔王を倒した。そして今、その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集め戦うがよい。3人の賢者はこの地のどこかで、そなたが来るのを待っていることだろう。賢者とか現れるの。行け。私の血を引きし者よ。なんだかっこいいな。遠い記憶のようだ。しかし、自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。でもこの他の誰かの記憶なのかって他の誰かの夢とか見るかよって思いよったけど、ね、前の日のね、あの夢の話を聞いてしまえばね、ロロンドと会ったことのないのに、そういう感じになってるっていう。なんだ回復してないの？うわぁ。ダメだ。まだ動けねえ。それに、なんだか体がかゆい。あの野郎、騙したな。騙した？何かしら、誰？あの野郎って誰だよ。2人とも同じ人のとこから来たんかな。でも違う方向から歩いてきたよね、町に来るとき。まあ、とりあえずあなたとの話はないよ。はい。とりあえずじゃあ今回はこの辺までにして、多分また別のクエストかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。久々にね、ロロンドの様子も分かったことだし、様子が分かったんかな。まあなんかちょっと明るい気分になりましたな。